見ないでくださいってなんだよ。見てねえよ。コメント見てんだよ。脇かゆくないよ。揉んでんの。ちょっと。トイレ行ってきていいですか。失礼します。じゃあ。また来た、竹内涼真。唇エロいって言われません？うん、言われる。唇エロそうですねってよく言われるよ、涼君。私の方がエロいです。何言ってんの、みんな。まず、え？いや、だから言うよ、今から。無茶ぶりの最終話のことについて言うから、ちょっと聞いててほしいんだけど、まぁ、ちょっと1時間ぐらいかかるかもしれないから、ぶっちゃけ。だから絶対言っちゃダメだよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ言っちゃダメだよ。10話最後、ひな子はなんと、もうこれ内